ともちゃん。引っ越してきてから8年。自宅電話に渋いおじさまの声で、あ、ともちゃんといきなり尋ねる電話が月一度程度続いています。ナンバーディスプレイで相手の番号はわかっています。いいえ違いますと答えると、ああ失礼しましたとあっさり切るのですが。ちなみに、夫が出ると、 友ちゃんいらっしゃるかなと尋ねるそうです。夫がその電話を受けたときは、うちには友ちゃんはいませんよ、と言うのですが、やはり、ああ、それは失礼しました、とあっさり切れるそうです。気になった私と夫は、ある日とうとうその電話番号にかけてみました。どうせ知られているのだし、と番号通知で。でも、 受話器から聞こえてきたのは、お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。それでも、おじさまからの電話は相変わらず月一度程度かかってきます。最近は、あ、ともちゃん、はいと答えたらどうなるのかなと、好奇心が芽生えてきてしまいました。答えませんけど、ね。その後、 例の電話への対応パターンを夫とあれこれ想定したりしていました。そして昨日、かかってきました。例の電話。まずはナンバーディスプレイの画面表示で番号を確認し、夫が電話を取ります。かねてよりの想定通り、受話器を上げた直後に、電話機内蔵の機能で録音し始めました。以下は、通話の内容です。 もしもし、ともちゃん、いますか無言で私に受話器を渡す夫。もしもしあ、ともちゃんどちら様ですかともちゃんじゃないのかなそちらはどなたともちゃんと、話がしたいんですが。どちら様でしょうともちゃんなのかなともちゃんじゃないのかな そばにあったメモに、ラチが開かないと走り書きして夫に見せると、夫が無言で受話器を取りました。もしもしあ、ともちゃん、いますあんた、前から何度もかけてきてますけどね。一体何なんですかともちゃんと、話がしたいんです。そっちの番号はわかってるんですよ。バツバツバツ、バツバツバツ,バツ。 ですよね。ともちゃん、いないのかな番号を、しっかり確認してみたらどうですかバツバツバツ、バツ,バツバツバツにかけてるんですが。それは確かにうちの番号です。前から何度も言ってますが、うちにはともちゃんはいません。そうですか。それは、大変失礼しました。あの、はい ご存知ないですかともちゃんの、そこで唐突に通話は切れました。すぐに表示されていた番号に電話をかけてみましたが、おかけになった電話番号は現在使われておりません。でした。今日、番号変更の手続きをしようと思います。